皆様こんにちは、四軸テックコロです。私は今、まさに祇園水門の真横にいます。そして向こうには大芝水門、今重機が渡ってった土のうで作った橋というか連絡通路も、先ほどまでは、ちょっとね沈んでましたね。今ちょうど引き潮なんで、どんどんね水位は下がっていってます。で、この向こう側の道路にですね、こういう工事とかするときに何の工事をしてるとかっていうのがよく立て看板というか標識というか表示というか、あれの横にちょうど運よく信号待ちで止まったんで見たら、やっぱりあそこを撤去するようですね。でそのためには、木と土を分けないといけないんで、とりあえず掘り起こして、根っことかですね、木は上は取ったんですけどね、下側はまあ根っことか残ってるんで、それを掘り起こしてるっていうことですね。確かにこんなところにあんな大きな島があると、本来なら祇園水門を通ってですね、太田川放水路で放水をするはずが、旧市内の方に流れていっちゃいますんでね。まあこのペースでいくと当分2月3月ぐらいまでかかるんですかね。鳥のくつろぐ場所が減っちゃいますね。こちら向きだとちょっと逆光になってしまいますが、まあ、またちょくちょく来て工事の様子を撮りたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。